私のところにリンゴがコロコロコロリンコ捕まえたパクパクいっぱい転がっていて最後パクや。顔のむくみは強い薬の副作用です。6歳の葵ちゃんは小児がんと戦っています。葵ちゃんが生活しているのは去年大阪市内に開院した淀川キリスト教病院子どもホスピス病院です。終末期の病気の子どもの緩和ケアなどを中心に行う全国で初めての施設です。普通小児病棟では感染症の予防などのため禁止されている幼い兄弟との面会がここでは許されているほか、お母さんが手料理を振る舞うことも可能です。家族みんなで一緒に食卓を囲み自宅のように過ごすことができるのです。いかがですか。おいしい。ほんま？去年2月葵ちゃんは小児がんの一種小児脳幹部グリオーマと診断されました。呼吸など生きるための機能を司る脳の脳幹と呼ばれる部分に腫瘍ができる病気で、発症からの1年以内の生存率は 50% とされる難病です。完全にもう、まあ、絶望っていうか、うん、そういうもうなんで葵がっていう、なんでっていうか、もうほんまにそういう気分にはもうずっと、まあ今もなってますけど。元気でおてんばでしっかり者の葵ちゃん、これまで大きな病気もしたことはありませんでした。一回で負けたらあかんでーって、一回で負けたらあかんで。手術はできず、放射線治療や抗がん剤で病気の進行を遅らせてきましたが、今年1月、主治医にこれ以上の改善は望めず、3月までの命と告げられます。このまま病院に残るか、自宅に戻るかの判断を迫られたとき、葵ちゃんは家族で一緒に過ごすことができる自宅での生活を望みました。しかし、間取りの問題など、想像以上に大変な生活が待ち受けていました。こんな感じで、よいしょ。抱っこして入るのがちょっと無理。入るたびにぶつかってぶつかってするんで、本人も嫌になっちゃって、もう全然お風呂に入りたくなくなっちゃいました。普段の家事に加え、葵ちゃんの介護、さらには症状の悪化に伴う医療的なケア、両親は日に日に余裕をなくしていったといいます。その時、主治医に勧められたホスピスという選択肢、最後を迎える場所、それを強く感じさせるホスピスへの入院に迷いもありました。初めはやっぱりホスピスって聞いたらね、やっぱりその緩和ケアっていう専門のところですから、現実はまあそうなのかなっていうふうに、もう受け入れるしかないので。3月、入院してみると想像していた場所とは全く違いました。定期的に開かれる楽しいイベント、面白かった、やったー、やったー、よかった。平日は大好きなお母さんを独り占めにし、自宅のような雰囲気の中で過ごすことができる時間と空間、状態が良ければ自由に外出し買い物に行くこともできました。ホスピスに入院した後、
葵ちゃんの症状は驚くほど安定したのです。そしてここには医師や看護師がすぐそばにいるという安心感もありました。大丈夫？遊びすぎてしんどい。違う、大丈夫？絶対怒りますよ、絶対怒りますよ。もうちょっと負担がかなんだ。一方、葵ちゃんのお父さんと兄弟は週末の旅、自宅がある淡路島から大阪市内のホスピスに通っていました。こんなとこずっと通えるかなってごつい不安があったんですけどね、まあ、葵ちゃんの元気な姿がちゃんと見れるっていうので、もうそれでもう疲れも吹っ飛びますよ、本当に。平日はそれぞれに仕事、小学校、幼稚園があります。葵ちゃんがホスピスに入院してから続く二重生活です。家族が揃う週末、病院は一気に賑やかになります。葵ちゃんの車椅子を押すのは4歳の弟、ハヤト君。お昼寝の寝かしつけをしているのは妹思いの兄、つよし君、9歳です。週末は家族が一緒にいられるわずかで貴重な時間。ここでは一つの部屋でみんなが一緒に眠りにつきます。3月までの命と告げられていた葵ちゃん、気がつけば7月になっていました。この日、葵ちゃんのもとにお客さんが訪れました。ここで最後を迎えた3歳の鈴香ちゃんと8歳のたけるくんの家族です。葵ちゃんの病気が良くなりますように、乾杯。乾杯。わずかな時間でしたが、同じ時期、同じ場所で過ごした3家族。子供たちは兄弟のように遊び、母親たちは悩みを話し込んでいたといいます。最後の方になるとやっぱり一人は生きるために戦ってるうち、私たちはなんかもう最後に向けての戦いになっていくし、そのあたりで気持ちにまた違いが出てきてた時に、やっぱりこっちだとみんな同じ気持ちなんで、やっぱりそういう部分では打ち切れるところがあるのかなっていうのは思うんですけど。自宅での生活は周りの支えがあっても想像以上に大変だったと感じた鈴香ちゃんのお母さん。家で医療機器の警告音を聞くのを怖がったたけるくんのお兄ちゃん。子どもホスピスを利用する理由は様々ですが、この場所を必要とする思いは同じでした。待ちに待った夏休み。しかしこの直前から葵ちゃんの症状がみるみるうちに悪化していました。呼吸は荒くなり、口からご飯を食べることも話すことも難しくなっていました。葵ちゃんには夏休みに家族みんなで行きたいところがありました。第一希望は妻なんですけど、第二希望の海遊館かな、妻だと遊園地も空いてるので、葵ちゃんの希望が遊園地なので、ちょっと任せるさんと相談するけど、最終的に行き先はホスピスから近く
屋内で楽しめる海遊館に決めました。この前の日から眠ったままの状態に陥った葵ちゃん、1時間という制限付きですが、看護師さんが付き添い、大好きな場所に大好きな家族と行くことができました。多分これが最後なんで、最後のチャンスなんで、途中で急変してもステスとハヤトも行きたいって言ったんで、病院でじっとしてても出かけてても同じやからって言ったら、もう来たいって言ったんで来て、それで看護師さんついてきてくれて無事にできてよかったです。いい時間です。はい、ありがとうございます。葵にお疲れ様、よく頑張ったねって言える、やっぱりいっぱいいっぱい頑張りましたっていう、うん、そういうふうに言える、自分たちがいるいるかな、うん、振り返れるんですよね、うん、なんかしかも笑って振り返ることができるんですよね、うん、いろいろな、できたからこうやって見れるんやけど、うん、することもいっぱいできたし、うんうん、退屈せんやったかな、うん、毎日いろんなことしたね、うん、あそこで4ヶ月間も過ごすことができたっていうのはなんか奇跡っていうか夢のような4ヶ月間だったような、うん、かわいい、ありがとうありがとう。もっと褒めて。めっちゃかわいい。